北村は、北海道空知市町管内中部にあった村。農業で栄えた。2006年3月27日、栗沢町とともに、岩見沢市に編入合併された。空知市町中部に位置、石狩川の東岸に位置する。北村全体は、山地や丘陵などが全く見られない淡々たる平地である。国土地理院の5万分の1地形図によれば、北村で最も高い地点は、旧岩見沢市との境界と対岸川が交差する地点から、境界沿いに500メートルほど、美唄市との境界ある、北海道道275号、月形盆縁線へ寄った地点を15メートルの等高線が走っている場所があり、そこからわずか50メートルほど離れた旧岩見沢市の区域に 15.6 メートルの標高点が存在するので、北村の最も高い場所は標高 15.6 メートルと判断してよい。逆に、北村で最も低い地点は、砂浜線開拓線と東1号線との交点付近の 6.9 メートルであって、その高低差は 8.7 メートルに過ぎない。1893年に同地にて農場を開設した北村有司の北村から村名が取られた。石狩川の下流域の左手に位置する北村の地質は全体の 77% が泥炭地で残りの 23% が中石地である。川から約180から450メートル程度の範囲は約12から150センチメートルの中石地であり、それ以外の地は低位泥炭地から高位泥炭地である。北村は泥炭とともに有名なのが水害である。北村が水害が起きやすい地域である理由として、北村周辺は地形的に見ると西南部に開ける石狩平野はそのまま日本海に開ける一方、勇払原野からの風雨も誘い込む狭窄部に当たっていることから、風雨は勢いを増して駆け上がってくることが考えられる。基幹産業は農業。AB、新岩見沢市境界木へ合併実感看板や施設表示付け替え。北海道新聞。AB 本田貢。児玉義明。江戸、北海道地名館次回。札幌市、北海道新聞社。P143、ISBN 4893637606、億40491505、https://www.worldcat.org/oclc/404915052018年10月16日閲覧。ありがとうございます。